4番ファーストカブレラ背番号42。投げた、ガッツー、入るか、入ったー、カブレラホームラン、ライオンズ1点先制、カレンダ打たれました。カブレラゆっくりとホームイン、ツーベースヒット。さあランナー二塁の場面でバッターボックスはカブレラ。堀内さん、ここはどう切り抜けたいですか。最も怖いのは、はい、外野に抜けるヒットですから、低めの変化球を打たせてなんとか内野ゴロに仕留めたいところですね。なるほど。初球からいったか、これはいい当たりだ、どうだ、入った、バックスクリーン、カブレラ逆転のツーランホームラン。この瞬間を待っていた。ゆっくりとホームイン、2対1ライオン。4番ファースト、バッターは4番カブレラ、背番号40。投げた、打った、サマジーパワーを見せつける、入るか、センターバック、入った、カブレラホームラン、カブレラホームイン。2回の裏ライオンズの攻撃、先頭バッターはカブレラ。さあ初球、初球打ち、まだ伸びる伸びる、井上サーター、レフト見送った、ホームラン、カブレラ先制ホームラン、初球を完璧に捉えました。推定 170m 弾を連発する球界ナンバーワンのパワーで、今年は60本塁打を目指せ、ベネズエラ産怪力長距離砲アレックス・カブレラ。これは痛烈な当たり、いったいったいったぞ、これは文句なし、ホームラン、ホームランです。初球を捉えた強烈な打球はものすごい弾道でレフトスタンドに入りました。2回の裏ホームランが出ています。今三塁キャンバスをゆっくりと回ったところ、今ホームインしました。2対1、今タッチしてベンチに向かいます。今の場面もう一度見ていただきます。これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは4番カブレラ。第1球を投げた、打った、痛烈な当たり、左中間かなり大きい、大西下がった、レフトを追っていく、打球はそのまま伸びていく、入った、ホームラン、先制ホームラン、左中間スタンドへ突き刺さった、見事に桁外れのパワーから繰り出される驚異の弾道、大角球にも対応してきたこの男にホームランできない球はない。パワーイズジャスティス、アレックス・カブレ。初球はどうでしょう。ガッと振ればいい当たりだ、いったいった、間違いありません、先制のホームラン、初球を放り込んだ、満員の西武ドーム、ものすごい弾道でレフトスタンドに入りました。2回の裏先制のホームランが出ました。ここで試合は動いていきます。そして先制のホームイン、1対0、今アタックしてベンチに向かいます。今のプレーをもう一度見てみましょうか。これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは4番カブレラ。初球打ってきた、サブローバック、センター追っていく、センター見上げた、ホームランだ、ホームラン、ホームランです、先制ホームラン、卓球は無情にもバックスクリーンへ、初球を完璧。なぜあれが入るんだ、そのありえない弾道に全てのキャッチャーは首をひねる。パワーイズジャスティス、アレックス・カブレ。何を投げてくるか、カブレラ背番号40。打った、これは大きな当たりだ、これは文句なし、先制のホームラン、初球を狙っていった、満員のインボイス西武ドーム、一瞬のうちにレフトスタンドに吸い込まれました。2回の裏先制のホームランが出ました。三塁ベースを回っています。そして先制のホームイン。さあリプレイでご覧いただきましょう。これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは4番カブレラ。投げました、痛烈、左中間上がった、大きな打球だ、大きな打球だ、入った、ホームランだ、ホームラン、ホームランです、先制ホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、主砲の
男に日本の球場は狭すぎる。驚異の190メートル弾、アレックス・カブレラ。初回を3人で終わらせています。今日のピッチング期待できそうですね。はい、どこから攻めるか。さあ、これは痛烈だ。どうだどうだ、豪快な一発です。先制のホームラン、ファンの前で見事打ちました。カブレラ、コロンボイスドームに素晴らしい行為が来ました。そして先制のホームイン、1対0。今のシーンもう一度見てみましょうか。これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは4番カブレラ。打ちました、伸びた伸びていった、レフトセンター見送った、ホームラン、ホームランです。先制ホームラン、左中間スタンドへ吸い込まれていった。初球から思い切っていきました。主砲の人フルスイング広角打法で右に左に脅威の弾道、全ての投手を震撼させる怪物アレックス・カブレラ。なおも2アウトです。どこに出てくるんでしょうか。打った、大きな当たり、大きな当たり、演出終わりませんでした。先制のツーランホームラン、完璧な当たり。外野の当たりはものすごいスピードでレフトスタンドに飛び込みました。1回の裏、先制となるホームラン。まずホームランで試合は動き出しました。今ホームに戻ってきました。2対0。メイトが並んでいます。それにしても豪快なホームランでした。2点先制します。初回からゲームが動きます。さあ、今のシーンです。これからバファローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターはカブレラ。第1球を投げました。打った、初球打ち、伸びる、さらに伸びる、センター見上げた、ホームランだ、ホームラン、ホームランです。先制ホームラン、卓球は無情にもバックスクリーンへ。初球から思い、超人的フルスイングで広角に驚異的な弾道、投手の背筋を凍らせるベネズエラの怪物アレックス・カブレラ。この回はワンアウトになっています。どう組み立ててくるか。これは大きい、強い当たり、これは大きな当たりだ、いった、やっぱり入った、先制のツーランホームラン。熱狂の京セラドーム大阪、あっという間にレフトスタンドに届きました。1回の裏、先制となるホームラン。さあ、初回からのホームラン、試合はいきなり動き出します。今ホームインしました、2対0。そしてベンチ前、コーチもいます。それにしてもパワーのあるホームランでした。2点先制します。ただいまのホームランもう一度見ていただきましょう。バファローズが先制しました。バッターは3番カブレラ。外野は長打を警戒します。さあ、1球目打った、いい当たりだ、左中間かなり大きい、さらに伸びていく、レフトセンターに当たった、ホームラン、ホームランです。先制ホームラン、左中間スタンドへ吸い込まれていった。初球を完璧。バッターは3番カブレラ。ここは外野陣が深めの守備位置に変わっています。さあ、1球目、初球打ってきた、ドクランといった、これはいい角度、レフトセンターに送った、ホームラン、ホームランです。先制ホームラン、バックスクリーン左、初球をうまく捉えました。涌井がっくりと肩を落とすバファローズ。そして打順が変わります。カブレラ、右の打席です。この回はワンアウトになっています。初球はどうでしょうか。あーっと、これはいい当たり、痛烈、初球を叩いた、いった、先制のツーランホームラン、怪力を抜けつけました。カブレラ、京セラドーム大阪に美しいアーチを描きました。1回の裏、先制のホームランが出ました。さあ、初代からのホームラン、試合はいきなり動き出します。今ホームイン、2対0。もう一度見てみましょうか。ヒット。ここで迎えるバッターはカブレラ。バファローズ追加点のチャンスを迎えています。ジャストミート、これはいった、
初球を捉えました。そして次のバッターとなりますカブレラ、右打席です。どこから狙うか、あっと強い当たり、あーこれは問題ありません。勝ち越しのツーランホームラン、初球を放り込んだ。満員の京セラドーム大阪、一瞬の間にライトスタンドに飛び込んでいきました。1回の裏ここでホームランが飛び出しました。初回からホームランで主導権を握っていきます。今ホームインしました。3対1。あー首をかしげています。ピッチング立て直せるんでしょうか。さあこれでワンアウトランナーは一塁三塁。右バッターボックスは4番カブレラ、投げました、ジャストミート、いった、打った瞬間それとは風当たり、入ったホームラン、先制スリーランホームラン、卓球はバックスクリーンへ、初球を完璧に捉えました。4番の一振りで先制。今チームメイトが迎えます。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧のような感じです。打った、初球から打った、痛烈な当たり、入った、文句なし、ホームランです。ホームラン、完璧に捉えた打球でした。興奮のヤフージャパンドーム、ものすごいスピードでライトスタンドに突き刺さりました。今ホームイン4対3。今日2打席連続でホームランを放っているカブレラ、今日はツーランホームラン2本、チームメイトが迎えます。今日のホームランの配球をご覧いただきます。この結果をどう踏まえてくるでしょうか。初球はどうか、痛烈、ご覧いただけましたか、この打球、勝ち越しのホームラン、回の裏ホームランを放ちました。序盤からこのホームランでリードを取っていきます。ただいまのホームランもう一度ご覧いただきましょう。序盤からリードを取ります。このまま優位に進めていけるんでしょうか。